すいません、はい、よろしいでしょうか。待ってって言われてる。動画回してる。あ、こんにちは。今回しました。レミさん、よろしいでしょうか。まだはい、すいませんね、あのですね、はい、今から一つある企画をしたいんですけども、はい、はい、ちょっとあのやっていいかですね。お財布を持ってきてもらってもよろしいですか。お財布でございます。はい、わかりました。抜き打ちなので、あの、あ、抜き打ち、ダメですよ、そのまま持ってきてくださいね、いじらず。リミ、なんか前髪すごいよ。すごいね。前髪すごいことになってるよ、リミちゃん。どうした、急に整えて。はい、じゃあね、あの、はい、お財布をですね、持ってきてもらってもよろしいでしょうか。はい、なぜですか。え、なぜですか。お財布の中身をチェックしたいと思います。なんでチェックしたの。で、ですね、どっちがお金がいっぱい入ってるか対決。ね、つまんねーとか言わないでください。つまんねー。金額が高かった方が勝ちになります。はい、勝者にはいちご10粒です。マジ負ける自信しかない。聞いてください、私友達とね遊びに行くときに、あのお金を200円ぐらい持ってたんですよ、うん、で5000円札入ってて抜いたの、うんうん、お札入ってない気がしてきた。負ける自信しかない。なんどうしよう。はい、今から 何かしたらいけませんよ。ありのままのお財布を、今あるお財布をそのまま持ってきてください。ね、お財布3個あるんだけどさ。そうなの、入ってるの。お金が入ってるお財布にしてください、はい、え、お金入ってるお財布、うん、4つぐらいあるよ、私。え、本当入ってないお財布もあるけど、入ってるお財布4つぐらいあるかもしれない、うん、お財布お金入ってんの。そんな4つも使い回してんのお財布を。じゃあとりあえず持ってきてください、すべて。あ、入ってるやつだけでいいか。2つぐらいかな、イエイ。持ってきた？持ってきましたよ。しほちゃん。しほちゃん。なんかすごくない？しーちゃん。そうかな？そうかな？どうした？どうしたって言われても。しほちゃん。その量。そんなにいっぱい？あ、これあの全部のお財布持ってきただけなんですよ。あ、全部持ってきたの？入ってないの正直分かんなくて、だからもしかしたらこれ今使ってないけど入ってるかもみたいな。そう、それ、しほちゃん、ちょっとこれ全部入ってんの。いや、全部じゃないと思う。じゃあ入ってないのどけてください。入ってないと入ってるの分かんないの、うん、じゃあ今見て。あ、見ていいの。見て、入ってるの。これ入って、絶対入ってる、これ今使ってるから。でもさ、これなしかな、普通に考えたら。なし、これ全部。あ、これ入ってる。ちょっと待って。これ普通に考えたらなしかな。全部だってこれだらしない人みたいだもんね。だらしない人が勝つみたいな。これ絶対これ入ってんの。え、今使ってる財布はどれ。これです。あ、じゃあそれだけでしょうか。ね、これが一番ね、すごい値段入ってるの。ね、でも普通に考えたらやっぱ一つだよね、リミオさん。で、ただのだらしない人じゃん。なんでこんなにいっぱいさあ、すごい積まれてる。見てください、これ積まれてます。だってこれが多分これが一番値段高いのね。そうなの、うん、でこれが一番値段低いの。そうなので、これが2番3番目ぐらいに低い。じゃあそれでも一番最今使ってるのとしてはその財布でしょ。そう、はい、ね、じゃあそれにしましょう。でもこれに多分1000円ぐらい入ってるね。それダメだから。これに1000円入ってる。年金対決。それ名前ないの？ないよ、名前書いてあったら怖いよ。名前書いてないの？書いてないよ。あ、じゃあちょっとね、じゃあそのお財布たちの、あの中身を見せてもらおうかな。一応お金以外をさーっとね。はいはい、いいですか？いいですよ。ちょっとカメラ手持ちに変えます。
はい、じゃあまずしほちゃんから、はい、今さ買ってる財布はこちらでございます。こんな感じのね、あのモノトーンですごいね、うん、大人っぽい感じの財布になっております。はい、でここ開けると、うん、開けるだとね、開けるとカードが入ってて、はい、カード紹介しなくていい、カードそれ何、イオンだね、あ、イオン、イオンと、はい、ゲオのやつと、あ、これは漫画喫茶の、漫画喫茶はい、漫画喫茶のやつで、これも漫画借りる、はい、ゲオン、これ近所の靴買った時に、あとこれ成田さんのお守り、はい、以上です。以上ですか。以上です。なるほど。あのね、多分ね、うん、これかな、これにめっちゃ入って、あ、これこっち、これにいっぱい入ってるカード、これこれにいっぱいカード入ってる、あ、そうなんだはい、じゃあリミちゃんはなんかカード入ってますか。カード入ってない、入ってないの、何も入ってないの、入ってないの、あ、ほんとだ、すっからかん、ほんとに私の子見る、めっちゃ入ってるから、これに入れないからここ入れてる、あ、そっか、お札しか入れてないのね、ってこと？お札、お札がね、うん、あ、小銭入れがないんだって、うんうん、だからお札入れるところに小銭を入れてるんだって。え、そうなの、うん、これ落っこっちゃないの、絶対落っこち、落っこちるよね、ねえ、あ、で、見ます、私、お札、お札入ってる、見ます、じゃじゃーん、レシートが見えますけどレシートしか入ってないですよ。何のレシートですか、ちなみに。イオンですね。イオン、何買ったの。マイクラのボックス。ああ、あれ、それリミも買ったよね、マイクラのボックス。お年玉で2人で買おうって言って買ったやつだね。いきなりお年玉を4000円ぐらい使ったやつ、使いました、うんうん、ここで。これなんだ、リミちゃん何のレシート。リミは伊藤洋華堂の100円引き券だけ。だけ。あれ、レシート入ってないの。あ、レシートもある。何ですか、何のレシート。何？何だった？どうもり？あつ、あつ、どうもり、あ、あつ盛り？あつ盛り、あつ盛り、そう、あつ盛りが、あつ盛り買ったレシートで、最近だね、これね、最近だね。そう、リミちゃん自分のね、お金で本当にね、買ってるんで、あつ盛りね。そうなんですよ。はい、リミちゃんのレシート、最悪。はい、あ、じゃあリミちゃんでも使ったばっかりじゃない、あつ盛りって5000円くらいするよね。うん、お、わからなくなってきましたよ。最悪、あー、ダメだ、もう私負けた。はい、じゃあお金を出してもらいましょう。いい、いいよ。あー、負けた。結構入ってるあれ、結構入ってますね。入ってるじゃん。しほちゃんは、私、そしてこれ、しほちゃんは、ないのが痛いね。お札ないんですよ、あ、これだけ。そっか、負けた、負けた。あ、もう見るからに、あ、見て、超綺麗。平成30年度の10円玉これをお守りで入れてるんですよ。何これ、これるか、夏休み、うん、去年の夏休みに、うん、どこだったかな、練馬30円しか入ってない。3000円もだよ、それ。3000円もでしょ、もだよ、私なんかこれだよ3000円もだよ、いいな、ちょうだいはい、じゃあちょっと正確なね、金額をね、さっとね、出してしまいましょう。ねえねえ、どう、あちもりでさ、結構使っちゃったんだよ。そうだね。はい、というわけでね、集計し終わりました、はい、私はね、うん、お札がないということ厳しいんですけど、はい、一応言いますね、はい、1000、はい、393、はい、円でした。でもこれ多分700円ぐらいしたんで、はい、いや、それカウントカウントせずです。これ700円ぐらいしたんでじゃあもう分かっちゃってますね。リミちゃんいくらでしたか。一応聞いておきます。3800円、はい、ということはリミちゃんの勝ちです。え、ちょっとなら大丈夫だよ。それ以上あれで切っちゃダメだよ。おめでとう、リミちゃんの勝ちでーす。でも私これをさ、うん、これをさ、集計したらもう絶対勝ってたよ。これ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 とね、これと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 これ全部集計したら。っていうかさ、どうしてこんなお皿、いろんなさ、お財布に分散させてあるの、お金が。
なんかおかしいよね。なんかもっとしっかり管理しないとお金は。なんか券とか持ってるし、うん、500円券とかも入ってるし、うん、普通にお札5000円とか入ってるし、うん、小銭もいくつか入ってるし、うん、めっちゃ分散してて私。そっか。ウケるよね。普通の人分散しないよね。そうね。そうよね。はい、ということで今回の勝負は一応リミちゃんの勝ちでございます。いちごを持ってこなくちゃ。でもリミちゃんの財布何も入ってなかったね。あ、ここで持って、あ、2円かも。え ?3,4,5 ん?1,2,3,4,5 あ、ごめん、2円でした。2円。全部2円。全然何ここで、うん、ここで10円だったわけ、うん、でも間違えてここ、こ、こうなった。あるじゃあ合計が変わるってこと。合計が変わって、1,392円だったってことですね、はい、どっちにしろでも負けでした。負けでしたね。はい、ということで、はい、はい、しおちゃん、あとカードとは何か入ってんの。カード入れ、カード、何のカード持ってんの。一応 これだよね、うん、あ、これ入ってる、めっちゃ入ってる。ねえねえめっちゃ入ってる。これね、ほっぺちゃんのやつ、あーめっちゃ持ってて、あとこれジュエルな、あ、もう、うん、なくなっちゃったんだよね、うん、結構使ってます。原宿店とかね。で、これもジュエルなの、なんか竹下通り店にもらったやつで、これなんだっけ、あー、あれなんだっけ、あれだよね、なんだっけ、これスクイーズとかよく買ってたところ。そう買ってたところとかだったっけ。うん、また忘れしちゃったね。忘れしちゃったね。なんだっけ、忘れちゃった。こっちは原宿のスクイーズ屋さんのリトルフェアリー。あー、はいはいはい。あとこれもまたさっきと同じ、あ、うんうん、レシート2枚出てきました。あ、すごい昔のだね。で、これもジュエルナのレイクタウンのお店、うんうんうん、で、これラブトキの、うん、これ占い行った時に、あー、占い行ったね、原宿だよね。原宿の、はい、はい、で、これは近所の、あ、雑貨屋さん、雑貨屋さん、あれもうないよね、もうなくなりました、ね、もうなくなっちゃった。これも占いで、ね、これがあ、ドラえもんついてるやつ、ツタヤカード。そうですね、これ、そうですね、作ったやつだね。はい、まあ、ついでにね、しおちゃんの別のお財布に入っているカードを見せていただきました。あ、まだ入った。なんでそんな分散されてんの。もう一つにまとめよう。さくらんぼのカードが、さくらんぼのカードと、とあとね、うん、これ何、お台場の時の、うん、なんか車運転するやつ。はい、乗ったね、お台場でね、あのカードと、はいはい、あとこれ、スクセンのカードみたいなカード。本当だ。あとすごいね、見て、ん、すごくない、これ、何これ、レシートレシートわー、すごい、ずっと貯めてたのね。ずっと貯めてたやつだ、これ多分。よくさくらんぼとかで買ってたもんね、雑貨とかね。ね、懐かしい、懐かしい。はい、ね、以上かな。まだあるんですか。ここにね、見て、うん、あー、半吉、おみ見て、成田さんの半吉だよ。半吉、うん、半吉、本当だ、半吉だよ。半吉なんてあんのすごいね、半吉って。半吉はもう取っといてるのし、うーん、あと お金出てきました。ちょっとお金入ってるの。ちょっと入ってました。503円、あ、でも503円も入ってるじゃん。503円ちゃんとまとめときなさい、あなたは。こんなにいろんな財布にちょこちょこと入ってて、まだ入ってると思うけど、そろそろね、うん、動画的にやめとき。こん中にお金入ってんでしょ、お札。あ、ここに入ってますよ、見ますいくら入ってんの、そこに。ここに5000円入ってます。おー、5000円出てきました。ね、レシートに、あ、なんか券入ってる。え、なんか券入ってる。え、何、もう1000円券入ってるんだけど。本当だ、クオカード。え、で、ありがとう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 。でもこれ1000円だよね、1000って書いてある。そうだね。え、1000円入ってた。これ使えるやつじゃん、セブンとか。あ、セブンで使える、コンビニで使えるやつだ、クオカード。ガストとかでも使えるね。うん、
えー、なんで持ってんだっけ、 あげたんだっけ なんか持ってた、なんかもうだいぶ前だよね、その財布ってことは。あ、お年玉の袋。お年玉いつのだろうね、それね。もういろいろ出てくるね。ピクニックのカード出てきました。あ、ピクニックね、出てきました。あ、もうないですね。もうさすがにないかな。レシート入ってます。やばいね、これ。やばいです、これ。うん、やばい、もうレシートの山じゃん、これ。 やばいですね。チロンが、チロンが、チロンがピルピルつける。あ、もうないと思います。さすがにも、もうないですね。もうさすがにないですか。もうないです。はい。というわけで、私のお財布入ってたものこちらです。すごいですね。はい、すごいでしょ。すごい。エミお財布じゃないところに入って。そっか、エミちゃんはあんましお財布に入れとかないかな。でもこの前あつ森ね、買いに行った時に持ってたもんね。ダメよ、しろ。そっか、1万。はい、でもとりあえずね、リミちゃんの勝ちということですね。はい。ということで最後に、ね、最後、あのお財布をもうちょっとよく見せてもらおうかな。リミちゃんが持ってるお財布は、これはあれだよね、ミニソー。ミニソーだ、そう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 、そうね、で買ったやつだよね。そうです。これは小銭入れなかったんだね。なかった、ね、ちょっと開けてみて。あやばいやばい、これリミちゃんの場合。しーちゃん、おばわないでよ。ね、これちょっと小銭入れないの不便だね、リミ。ね、不便だね、うん、絶対落ちちゃうじゃん。じゃあしほちゃん、最新で使ってるやつ。最新のお財布はこちらで、うん、普通に雑貨屋さん、さくらんぼかなで借りました。そうだね。はい、で、めちゃめちゃ可愛いんで、これめっちゃ大人。悩んでこれになったんだよね。そう、本当は、うん、しろん、ごめんね、お札舐めないでね。本当は、うん、あのアディダスとか、あ、そうね、そういうブランドとかのや、ね、経営のやつとも、うんうん、まあ迷ったんですけど、うんうん、シンプルで可愛いのが欲しかったんで、うん、こっちにしました。そうだね、じゃあちょっと開けてください。こっちがお札と、うん、お札とね、うん、カードになってて、ね、まあ感じで、まあ、真っ黒なんで、ね、うん、はい、ちょっと次にガマ口の方でこんな感じになってて、こぼれないんですよ。こぼれないんですよ。良くない？いい感じ。めっちゃいい感じで。リミちゃんもこれぐらい小銭入れがあった方がいいね。で、あと後ろにもカードが入ってて、うん、あ、そうなんだ。ここにね、パスも入れてるんですよ。あ、これでもピッ、かわいい。かわいいでしょ。パスモもエイリアン買ってるんですよ。あ、これ貼ったんだよね、上からね。そう、本当はこれ貼ってなかったら、うん、もうバレバレよ。本名前とかね。本名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 、本名バレバレだから。なるほど。はい、はい、ということで以上です。はい、はい、というわけで今回はね、はい、お財布の抜き打ちをされました。はい、というわけでね、結果リミちゃんが受かったということで、いちごをねリミちゃんに譲りたいと思います。はい、ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。10個でございます。いいな、私の前で食べるのひどくない？ママママ、ん、あの、いちごシロップ、あ、練乳ね。カットカット。カット、ダメだよ、私がさ、本名のこと本名って言ってもさ、カットされないんだからさ。いちご、おいしそう。どうですか、勝利のお味は。さあ行こう。